ドイツのかやぶき職人見習い大工職人の、徒弟伝統的衣装を身につけたドイツ職人徒弟、見習いとは、商人や職人の職業教育制度であり、若い世代を業務に従事させて、時には座学を行う制度。弟子も含め、キャリアを構築することが可能であり、公的な技能認定を取得することが可能である。雇用紙と契約した、期間、 継続的な労働に従事することで、それと引き換えに、商売や技能を学習ができ、一般的な期間としては3から6年間、終了したものは、一人前の職人として扱われる。見習い、ジャーニーマン、マスターのそれぞれレベル境界線の定義は、ギルドや労働組合といった、組織の内部に止まっている。土手は10歳頃から奉公し、 土定期間は4年から長いものは12年など様々で、一人の親方の持つ土定は1、2人ほどで、その労働時間は1日に4時間から16時間にも達した。ドイツでは職人は数年間各地を遍歴して修行する義務もあった。イギリスにおける本制度の歴史は12世紀まで遡り、その当時は14から21歳の若者が5から9年間、 従事していた。19世紀に入り、ロンドンシティギルド協会の前身であった、インペリアルカレッジエンジニアリングスクールでは、本制度による職業教育を提供するようになり、基本的な政作技能の範囲について認証資格を発行し、その資格は大学修士、修士レベルと同様であった。現代では、1994年に政府の支援による新都定制が導入され、 若年者の職場訓練制度が整備された。技能レベル認定としては、全国職業資格が付与される。現代の MA 制度では、以下3レベルの認定を発行している。インターミディエートレベルアプレンティスシップス、アドバンストレベルアプレンティスシップスハイヤー、アプレンティスシップスドイツの煙突掃除マスターと、デシドイツのデュアルシステムの一部であり、多くは、職業キャリアの一部に統合されている。 終了せずに職業に就くのはほぼ困難である。ドイツには342の職能団体があり、それぞれで本制度に就くことができ、医師助手、銀行員、メガネ技師、配管工オーブン技師などがある。デュアルシステムでは、その50から70%について職場より学び、残りについては公式な教育を受ける。職種にもよるが、週に三から四日を職場に従事し、 残りの2日は職業専門学校に通う。2001年では22歳未満の若者の3分の2が従事しており、そのうちの78%はすでに終了していた。 これは、ドイツの22歳未満の若者のおよそ半分は、終了していることを意味する。1894年に、都定学校規定が制定され、職校たるに必要なる教科を熟る書として、都定学校が定められた。在来産業の技術教育を学校制度の中に組み込もうとしたもので、弾力性の大きな規定を有しており、教育の内容、程度や形態は、 多種多様であった。当初は実業補修学校と共に初等教育機関の一種とされたが、後に実業学校の一種として位置づけ直された。工業学校との境界が曖昧で、制度が実情にそぐわなくなったことから、1921年に規定が廃止された。現行の労働基準法では、第69条に本制度を名目とした労働者の国示を禁止する。 規定を設けている。近年では日本版デュアルシステムが提案されている。また、弟子の中でももっと優れたものを皇帝と呼ぶ。ありがとうございます。